猪苗代町の猪苗代湖畔に一面に広がる白い花、特産のそばの花です。まもなく新そばの季節を迎えますが、恒例の新そば祭りは今年は各店舗で楽しんでもらうことになり、明日からお得な新そば券も販売されます。猪苗代町の猪苗代湖畔に広がる白いそばの花。猪苗代湖周辺は標高およそ500メートルで、澄んだ空気と清らかな水のある環境からそばの生産に最適で、国内でも有数の生産地として知られています。猪苗代湖畔のそばの花は今週末までが見頃だということです。そんなそばの里猪苗代に、まもなく新そばの季節がやってきます。こちらは猪苗代町にある農家レストランゆい。地元産のそば粉猪苗代天の香りを使った本格手打ちそばが楽しめます。おすすめは盛りそばと地鶏そばに会津の伝統食がついたお得なセット。おいしい。本当に風味豊かでコシがあってすっきりとした味わいです。猪苗代町では毎年秋に地元のそば店が一堂に集まり、1日に2000人以上の人が訪れる新そば祭りが開かれます。今年も11月に2日間開かれる予定でしたが、新型コロナの感染防止のため10月末から11月末までの1ヶ月間町内の各店舗で楽しむ形に変更しました。そば屋さんを一点一点違うところを各店舗に楽しんでいただければということで、今回企画させていただきました。新そば祭りにはおよそ20店舗が参加し、農家レストランゆいも参加することになっています。おそばの方も新そばの季節になりますので、皆さんにおいしいおそば、猪苗代さんのおそばをおいしくいただいていただきたい。明日からは祭りの期間中、参加店で使えるプレミアム新そば券の販売が始まり、1000円で1500円分の食事ができるお得なプレミアム券です。販売期間は来月30日までの予定で5000枚限定。当日券の販売はありませんので、気になる方はお早めに。